東博樹さん、1971年生まれ、32歳、お牛座、哲学者です。東さんは大きな物語が終わった後の世界について考えています。ところで、大きな物語の崩壊って何でしょうか？大きな物語が崩壊したって言われて、いやそれって何なのって言ってる人はそれ何も分かってないから、例えばいろんな人が信じてることが全く違うとか、同じ学校の中にいても友達と全く話が通じないとかで、インターネットとかなんとかでいろいろコミュニケーションしてるように見えても実はお互い何も分かってなくて突然相手が死んじゃうことがあるとかね、そういうのが分かんない人は大きな物語の崩壊って言われてもおそらく何も分かんないですよね。近代は大きな物語で支配された時代だった。それに対してポストモダンでは大きな物語があちこちで機能不全を起こし、社会全体のまとまりが急速に弱体化する。東さんは東京大学2年生の時に書いたソルジェニーツィン史論が批評空間に掲載されデビューしました。新しい時代を担う才気あふれる若き批評家の登場、あの浅田彰さんが自分の著作を過去のものとなったと言い切るほどの評判でした。東さんの問題意識は生まれ育った東京郊外の現実に向かっています。高度経済成長期に山や田んぼをいっぺんに潰して作った住宅地、そんな郊外には町としての歴史がほとんどありません。そのこういう荒れた郊外っていうのはさっきも言ったけど携帯と J-POP とファミレスコンビニしかないわけですね。で、その文学なんてないんですよ、ね、でイデオロギーなんてないので、全教頭とかもないの何もないんですよ。だからその何もないというところに身を置いて、じゃあ世界ってどうなってるんだっていうふうに考えるっていうことは、まあ、ここに大きな物語が崩壊した後の携帯と J-POP とファミレスとコンビニしかない、この郊外の街から生まれる哲学を東さんは探しています。まだ誰も見つけていないこの世界を読み解く鍵を見つけるために